ボリビアの国章は国旗に囲まれた中央の盾、マスケット銃、カノン砲、月桂樹の枝、及び頂上のアンデスコンドルから構成されている。中央のシールドの枠の下部にある銃の星は、現在の9つの県と、かつてボリビア領土だったが1879年に太平洋戦争で地理に占領されたリトラル県を象徴している。シールドの枠の頂上部には、 ボリビアの国名が書かれている。枠の内側にはポトシ銀山が描写され、その上部には火が昇り、アルパカが木と小麦の隣に立っている。アルパカが山とのコントラストを成す平野に立っているが、山と平野のコントラストはボリビアの地理を表示している。アルパカは国獣であり、その隣にある木と小麦は国家の資源を象徴している。シールドの周囲には 左右両側に三つのボリビア国旗が配置されている。それらの陰にある二つずつのマスケット銃のペアは、闘争と独立を象徴している。マスケット銃の隣には、斧と赤いフリギア棒があり、それらは解放もしくは自由を象徴している。月桂樹は平和の象徴であり、コンドルがシールドの上に止まっているのは、国家と自由を防衛する意志を象徴している。 ボリビア国章の描写の中には、2つのマスケットが2つの可能法に置き換えられるものもある。その他の描写では、シールドの中の象徴物がより写実的なものになっている。ありがとうございます。